広島県立議音北高等学校は、広島県広島市浅南並区議音八丁目にある公立の高等学校。1983年に創立された広島県内では比較的新しい学校であり、広島県の進学指導中転校に指定されている。普通科、普通科理数コースが設置されており、普通科は2年次より理系クラス、文系クラスが編成される。 工術の普通科理数コースは1年次より1クラスが編成される。広島県教育委員会の理数カリキュラム開発に係る指定校に指定され、環境調査や研究等の独自科目を導入している。機科解析など理数系の大学への進学に適したカリキュラムとなっているが、教育課程はあくまで普通科であり、文系大学への受験、進学も可能となっている。 科学技術振興機構による SPP に基づく特別授業も行われる着任式、始業式、入学式、学習合宿、PTA 総会、総合式、文化祭、各期クラスマッチ、オープンキャンパス、授業体験会体育祭、修学旅行、第2回オープンスクールカルタ大会、卒業証書授与式、春季クラスマッチ、退任式、離任式。ありがとうございます。